何周ですかこれ。3周です。これやっぱ名前出てるからいいですね。インターね。インター。あ、トラクションあるよ。ポールポジションはもう全然見える。選手ですね。はい、前は見えますね。セカンドグリッド脇坂11選手。あ、いた。ごめんごめん、内子成里さん。今ないですか、ぶつかったの。結構グリップする。え、インターで結構走れるんですか。また11の車が早い。結構グリップするよ。え、ジュイチさん、インターでも全然いけます。いけるね。ほら、これ見た目よりいけるね。見た目より土砂降りですけどね。全然いける。とかドライブ変わんなくないですか。わかった、このタイヤはカメラどこ。今カメラどこ。横浜タイヤやな。もう一回言ってください。ちょいちょい入れてもいいですか。いいですか。さあ、元山さんと志賀、脇坂順一を抜いた。調子に乗ってコース、後ろから調子乗り石浦が来た。調子のいい。お前インとかやめろ。お前これ伝送って、これ平手公平の伝送だろ。元山さん1位です。調子いい。調子いい。あ、いや余裕ないと思う。レンちゃんが、レンちゃんが後ろで微笑んでますよ。石浦がね、ひどいのいつも。石浦さん、なんかね、ずるい。コースが、あれ、石浦さんトップじゃないですか。なっちゃった。え、なんかひどいって思って、元山からクレーム来てますよ。寺本さん、これね、本間もんはね、もうちょっと見えないよ。わー、あ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 ー、寺本さん、これも、ごめん、ごめん。あー、わかった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 、ひっちゃかめっちゃかなってますけど。あのね、僕らね、こんな見えることないよね、前ね。あ、普段レースしててですか。前に車走られて、こんなに見えることない、こんだけ雨落ちてて。あこれ何周？3周です。ね、接触とかやめよ。先輩今下ろしといて。あれよ、こんなところでね、そうやって汚いことしてたらね、普段からもこの人たちこんなことしてるんだと思われるよ。思われちゃいます。まず1周目は坂順一が取りました。ありがとうございます。ジュイチさん3ポイント獲得です。3ポイント、どんなシステムですか。え、そんなのあるんですか。あるよ。はい、2番手は石浦博明選手、3番手本山聡選手、4番手星野和樹選手です。結構混戦ですね。追いついてきたよ。追いついてきた。結構グリップするね。意外に走れちゃうもんなんですね。雨強くなってきてません。なってる。あの石浦挙動不審。石浦さん、なんか練習からフラフラしてるって噂がありますわ。フラフラ石浦。フラフラポリフ、それポリポリ小暮の。さあ、坂順一だ。ダンロップコーナーをトップで駆け上がる。そしてレグナーコーナーに入ります。レグナーコーナーとは、あの二輪で有名だったレグナーさんでさえもこけたコーナー。知るか。さあ、立体コースを抜けた坂順一、トップは違います。2番手には羽子石浦。そして3番手は、すいません、バックミラーでは見えません。え、本山聡選手です。おーっと、石浦選手が脇坂のインをついたが、そしてクロスラインで脇坂がまた来た。トップになった。すげえ、解説、すごい。うまい。しかも実際、さあ、まっちゃんを全開にかける。そしてスプーンです。石浦が、インに来るのか。あ、来たー、来たー。そして後ろから本山聡も来た。それでもコースアウトしております。そして脇坂立ち上がり選手のラインからバックスライドです。あー、くっそー。よし、石浦がちょっと見つけられたから。もう一人で来る。さあ、石浦、脇坂、脇坂、同感覚です。これ同感覚です。さあ、ハイスピードコーナー130。あ、何何何今石浦さんちょっとふらついてましたよ。違う、今ね、何何何もしてないです。何もしないんですか。あー、いいね、入られた。あー、元山選手がイン。あ、強引強引。よっしゃ、落ち着いた。そして2周目も脇坂11が取って3ポイント、合計6ポイント獲得。最後ないです、そんなシステム。今ジュイチ試験早かったよ。試験ね、前に車がいたからね。あ、やばいやばい、うっそ。1コーナーで田崎選手がオーバーランしました。ねえねえねえ、石浦、はいはい、邪魔や。え、これ先輩コーナーあるんですか。石浦さん、空気読んでください。空気読むんですか。空気読んでください。空気読まなくていいよ、実力で。実力で下がれ。実力で下がれって何ですか。下がれって何さあ、これファイナルラップですね。さあ、1位石浦、2位脇坂、
3位本山、そして4位は星野和樹です。いやでも混戦ですね。ちょっと本山さん、それあかんで。本山さん、あーっと脇坂が3位に落ちて、そして脇坂のバックミラーに星野和樹が出てきた。あーよいしょ、石浦ちょっとブレーキ早い。あー、これ星野和樹選手が2位に浮上。これは団子だ。GTR のケツが2つ、ケツと言ってしまった。ケツが2つもある。これは脇坂が11、考えて最後に下がったんでしょうか。また石浦に、石浦にブロックに。そして2番手に上がった脇坂が11、あれトップには星野和樹選手が初めてトップに上がりました。よし、逃げるよ。さあ、これはどうなるのか。さあ、団子状態です。あとは死刑だけ。不気味なのはやばい、ここは死刑。脇坂が11は石浦博明のテールツーローズ。お願い、逃げてる、スリップ、スリップ、石浦さんが、おー、ずるい、あの人ずるい、ペナルティーだよ。とりあえず皆